はい、こんにちは、こんばんは、白銀のあとです。今から霧雨の降る森パート4やっていきたいと思います。あ、ちょっとすいません、気になった。はい、ということで、なんて言うんだっけ、あの女の子があれだね、あの女の子がちょっと出てっちゃったんで、なんかいなくなっちゃったんで、いろいろ探しますかということで、探しましょう。あの女の子がいなくなっちゃったんだよね、普通に。名前なんだったっけ、鍵がかかっていて開かない。よしよし、わかった。とにかくじゃあ上に、あとちょっと音量ミスで多分自分の声が大きくなってる気がします。ということで、多分声の張りの違い、張りの違い、そういう意味で、あれですね、やっぱり、見つけた？は、意味がわからない。何？見つけた？は？見つけた？意味がわからない。は？ちょっと待って、説明中にこういうホラー要素やんのやめて。しかも今2時半だよ、深夜の。深夜の2時半なんだよ。深夜の2時半だから恐怖度が本当にマックスなんだよ。わかる？ねえ、わかるよね。ねえ、わかった。びっくりした。あいつ本当どこ行ったんだ？何かあった？教えて、佐久間のこと。歩道。でもね、そうですね、早く。悪い子じゃないんだよ。なるほど。よし。何？約束覚えてる？やっぱ一回こうなんだよ。怖っ。めっちゃ怖いねんけど。しまった。ちょっと肩とかちょっといろいろ痛いな。やっぱバイトきついな。バイトやめよっかな。あと少しで。バイトやめたら動画投稿毎日します。俺はここの村の出身じゃないからよくは知らんが、ずいぶん前からここの管理人なんだろ。ここの持ち主だったご老人と一緒に暮らしていたらしいが。なるほど。何かあれば知らせてくれ。あ、間違った。村について。何も村派のはずなのに、ずいぶん前は失踪者が多かっただから、体育は自殺かもしれんが、そのせいでここの裏手は森は閉鎖。村は閉鎖。だから村人の人間が森に入ることは全くなさそうだ。少し気味が悪いな。佐久間は早く見つけたらなってか。どこだろう。うわ、何？逃げられない。びっくりした。てれ、望月純さんいねえし。ちょっと待って、血の跡があるんだけど。何？おがみさん。真っ黒染まってる。約束果たしにおいで。待って。あのこと。ちょっと待って。怖い。うわ。ちょっと待って。あ、これ、音だね。ちょっと待って。怖い。え？ちょっと待って、この音嫌だな。開かない。内側のせい。どういう意味だ？いたよ。佐久間ちゃん、みんな探してるよ。さあ帰ろう。ね。待って。ちょっと待って。どういう意味だよ。ちょっとテンパりすぎて。もうやめて、この音が一番怖い。うわ、出るしかないだろ。え、ど
え、というか、浅川さん、いないかやっぱ。ていうか、血だらけだよ、なんで。あ、こっちか。あ、望月潤さん。いやいや、え、望月潤さん、どうやってお前そこ行った。よく言うと、違う。え、違う。望月潤さんとどうやって話せばいいんや。くっそ、てかこの音が嫌や。てか、行くしかないか。森に行くしかないか。このどちらかというと、この音楽が止まってほしい。この音楽嫌だ。なんか寒気がする。深夜2時だから本当に嫌だ。入るか。なんだこれ。ああ。うわ、なん、え、止まった。うっ。何、見つけた。約束。何何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 何あれ、絶対捕まったアート系だね。は、え、ここはさっき、それ、さっきのあれは、おいでおいで。とりあえず移動しなきゃ。出口がない。ピッケルがあるぞ。あ、錆びた釜拾えた。釜か。てか、セーブしよう。持ち物的にネックレスが3個あるんだね。ここか。入るか。セーブしよう。どんだけセーブするんだ。セーブしたいんだよ。え、なにこれ。子供は決して触れてはいけない。石には限りがあるのだから。いや、かまで。怖いよ。怖いよ。かまが壊れてしまった。ちょっと深夜これ2時、え、深夜2時半にするべきじゃなかったこれ。奥に進もう。何？牢獄。ふきらある。え、え、いるいなくなって死んじゃう。やばいやばい。もういない。いるいる。ホラーじゃん。なんかいるし。あー、怖い。没収物。え、何か落ちてる。小さな人の骨。音が怖い。これさ、何ドロドロ、返してくれ。怖い。何こいつら。ホラーすぎるだろ。あ、わかんないな。これ数字系だ。やばい。すげえ寒い気がする。どうやら人の骨がある。穴が開いてる。木製の鍵を手に入れた。え、まだあるよね。今何を持ってる。怖い。深夜にやるべきじゃないこれ。ホラーゲームってほんと深夜にやるべきじゃないよね。錆びていてところどころボロボロ。というか、鍵か。え、なに？いった。なるほど。ネックレスはあれか。助けてくれるやつか。あ、ってことあと2回。できる限り。嫌やな。ヤスリ削る。できる限り、あとは死なないように。牢屋をさ、うん。ヤスリはダメになってしまった。何、不気味な空間で無数の
中央に何かがうごめいている。よし、作り物の口を拾った。え、これは、うわー、せい、わー、怖い、帰る帰る。あいつらは今んとこ何もやってこれなかったから、いいやつだな、まだ。え、これは違うのか、作り物の花。音がやばいよ。音がやばいよ。これは何なんだ。違うんだ。てかこれ何なんだ。え、こっちかも。いないね。ダメージ食らってるみたいな感じの音だな。怖い。小さな骨みたいなのが入ってる。え、何これ、赤いドロドロしてる。ドロドロしてるんだって。ちょっと待って、謎解きじゃん。帰り、ないか、そうだね。怖っ、めっちゃ怖い。え、うわ、怖い。あとね、全然ビビってないように見えるけど、あれっす、眠気のやつとかでいろいろとやばいっす、今やばい。まあ、ホラーの方がやばすぎる。あ、くそ、仕方ない。まあ、けどこれで調べれるね。あー、ここセーブしていけばよかった。あ、目玉、鼻、口。しまったな。ちょっと待って、終了して、ちょっと節約したいな。はい、ここからスタートになってると思います。ドロドロ、体ドロ、これね、もう一歩前に行けたっていうね。これを上げればいいんでしょう。お、喜んでくれた。体、おお、ビンゴバレた。おおお、幸せ。おお、ボロボロの紙切れ。何か書いてある。あー、965か。なんか普通に言っちゃったけど、わかるかな。この全部かっつけると、青が9で緑が6、赤が5だから、緑が6 5、これで OK。 はあ、何か書かれた紙がある。なんて書いてるの。村の男衆は狂いに
日記、毎夜、毎、え、毎夜、毎、毎晩、毎晩、卑劣な行為をするのを楽しみたり、かの夫人が、糸欲しならず殺される赤子、可愛いなぎ、逃走せば地獄も終わるど、我は死なぬ。大量の土の、土に違和感がある。折れ曲がった。折れ曲がった木を手に入れた。折れ曲がった木を手に入れてどうなるんだ。よし。おー、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。お、スコップゲットー。やった。こういうの嬉しいよね。スコップとか手に入れた時って。スコップ。何か、スコップで土を振り返した。穴になってたんだ。地下に続いてるのかな。え、ちょっと待って。まだ色々と終わってないけど。はい。ということで、今回はここで終わりにしたいと思います。スキップされて、多分ここで15分直帰しぐらいかな。はい。それでは、ご視聴ありがとうございま、最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださり、ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。パソコンで見ている方は、画面左上をクリック。スマートフォン、携帯電話の方は、画面下の登録ボタンか、説明文のリンクからお願いします。各動画の再生リストは、左下をクリックしてください。右下のアイコンを押すと、僕のチャンネルのトップへ行きます。それでは、またのご視聴をお待ちしております。